本日も切り抜き動画のご視聴ありがとうございます。本要約チャンネルの竹見です。本日は松池クリニックの院長であり医学博士の松池恒雄先生の腸が嫌がる食べ物、喜ぶ食べ物、40歳を過ぎたら知りたい病気にならない食習慣という動画より必見、腸が喜ぶ身近な食べ物という部分をピックアップしてご紹介していきたいと思います。さて、腸が健康にとって重要である、こんなことはもうね一般常識となりつつあるでしょう。私たちの腸というのは全身に大きな影響を及ぼしていて、特に脳や免疫とのつながりが強いということが近年の研究によって明らかになってきているんです。腸活という言葉が今流行っているように、今や多くの人が腸に注目し、腸の状態を整えることの重要性について深く認識するようになってきました。もちろん腸に良いものをしっかりと食べることはとても重要なんですが、世の中には本当に様々な情報が溢れておりますから、どの食べ物が本当に腸に良いのかということを私たちはしっかりと見極めなければいけません。そこで今回の動画では、これまでに4万件以上、毎日10件以上の内視鏡検査を行っている、まさに腸のプロフェッショナルといえる著者が本気でおすすめされている腸が喜ぶ食べ物をガンガンご紹介していきたいと思います。しかもこの食べ物は特別なサプリなどではなくて、私たちの身近にありますから簡単に手に入れることができるというのも嬉しい点であり、続きやすいと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思うんです。ぜひ本日の動画で紹介した食べ物をね、一つでもいいですから日常生活に取り入れて、あなたの腸の健康に役立てていただければとても嬉しいです。ぜひ最後まで見ていってください。それでは切り抜き動画スタートです。さて、腸の重要性は様々な観点からどんどんと今見直されていっております。特に腸は人体最大の免疫器官だと言われていて、小腸の腸管には全身のリンパ球のなんと 60% 以上が集結しているということも腸が重要である要素の一つなんです。そんな小腸の免疫機能を支えている物質にアミノ酸の一種であるグルタミンがあります。これは調味料として使われているグルタミン酸とは別の成分ですから注意してください。グルタミンは体内で合成されますが、不足しないように普段の食事からも取り入れるようにしましょう。主に生魚や生肉、発芽大麦、生卵などに多く含まれておりますが、熱に弱いため加熱調理をせず生で食べることで効率よく摂取することができます。ということは、日本人が好むお刺身とか卵かけご飯はグルタミンの不足を防ぐのにもってこいの食事だということになります。グルタミンは免疫系を活性化するだけでなく、他にも腸管のバリアを維持したり、抗酸化物質であり細胞組織の保護作用があるグルタチオンの材料になることも分かっています。また免疫に関与している栄養素としてグルタミンと並んで注目されている成分があります。それはオメガ3系脂肪酸です。オメガ3系脂肪酸は体の機能に欠かせないものでありながら、体内で必要量を作ることができないため食べ物から摂取しなければいけません。オメガ3系脂肪酸の代表は青魚の油に多く含まれていることで有名な EPA、DHA などがあります。青魚でなくてもマグロやカツオなどの目の周りにも豊富に含有されております。ここでも魚が登場しましたね。ただ日本人の魚の消費量は年々減少傾向にあり、意識的に取らないと EPA や DHA が不足気味になっているんです。ぜひおかずの一品に魚を加えていただきたいと思います。またエゴマ油、アマニ油に多く含有されるアルファリノレン酸もオメガ3系脂肪酸になります。事情があり魚が食べられない人などにはおすすめであります。魚が食べれる人はぜひ食べてください。最近の研究では EPA が大腸がんの促進を抑制する因子の一つとして認められております。さらに潰瘍性大腸炎の炎症を抑えることも期待できます。動物実験によると EPA、DHA などが大腸の炎症の発生を抑制すると報告されております。そして魚中心の生活は動物の肉が多い場合と比べて発がんを促進する胆汁酸が減少することも指摘されております。まだまだあります。
ります。 EPA や DHA にはうつ病予防の効果があるということまで分かっています。 EPA や DHA が含まれる魚の脂身を取ると良いこと尽くしなんです。魚から EPA、DHA を効率よく摂取する食べ方は刺身、ホイル焼き、蒸し焼きなどです。 EPA、DHA は酸化しやすく過酸化脂質ができやすいため新鮮なうちに食べることが大切になります。また抗酸化作用の強いベータカロチンやビタミン C、ビタミン E が多く含まれる食品を一緒に摂ることで体内での酸化を防ぐ効果があります。例えば魚のお惣菜にアクセントでレモンが添えてある場合は絞って食べると良いでしょう。また腸に優しいとご紹介したオリーブオイルにはビタミン E がたくさん含まれておりますので魚料理に使ってみてはいかがでしょうか。さてでは EPA や DHA はどれぐらい摂取すれば良いのかについてお伝えします。厚生労働省が提示している日本人の食事摂取基準の2010年度版では生活習慣病予防のために摂取量を増やすことが望ましい栄養素として EPA、DHA が追加されました。目安は EPA、DHA を合わせて1日 1g 以上になります。参考にしてください。ではここから腸の健康のためにおすすめの食材をもう一つご紹介します。それは大麦です。大麦は日本では昔からおなじみの穀類で明治時代の一般庶民はひきわり飯として摂取しておりました。ひきわり飯は米4から6に対して大麦6から4の割合で炊いたものになります。昭和40年頃まで日本人が米の次に多く食べていたのは大麦でした。しかし大麦の摂取量はその後減っていきました。腸の健康のことを考えると実はこれが残念というかもったいないことなんです。なぜなら大麦には現代人が不足しがちな水溶性食物繊維が豊富に含まれているからなんです。大麦に含まれる水溶性食物繊維には次のような効果が指摘されております。1、大腸内に存在する善玉菌の栄養源になり善玉菌を増やす。2、善玉菌が増えることで腸内環境が整えられ悪玉菌の増加を抑制する。3、排便力のアップにより老廃物の滞在時間が短くなり便秘解消につながる。4、大腸の表面細胞を正常にしてがん細胞に変化するのを予防する。大麦に豊富に含まれている水溶性食物繊維にはこのような素晴らしい効果があるんです。また大麦の水溶性食物繊維に含まれるある成分にも注目が集まっています。それはファイトケミカルであるベータグルカンです。ベータグルカンとは細胞壁多糖の一種で大麦の胚乳に多く含まれております。ベータグルカンの主な機能は次の通りです。1、心臓循環器系の健康維持、血圧上昇抑制機能。2、脂質代謝の向上、血中コレステロール低下、脂質吸収抑制作用。他にも今画面に表示しているような機能があります。さらに大麦をはじめその他の雑穀類にはマグネシウムが比較的多く含まれていることも嬉しいポイントになります。マグネシウムも腸が喜ぶ成分として一元で紹介しましたね。というわけで明治時代に主食として食べられていた大麦のひきわり飯は私たちの便秘対策、腸の健康維持に有効なんです。精白米より栄養的にも優れています。ひきわり飯を参考にしていつもの白ご飯と麦入りご飯や雑穀米に変えれば主食で食物繊維をたっぷり摂ることができます。その時の注意点としてはいつもと同じ量の白米に雑穀類を加え、ただ炭水化物の量を増やすんじゃなくて白米の何割かを雑穀類に置き換えて総量を変えないようにすることです。炭水化物を摂りすぎちゃうとそれが便秘の原因になるケースもあるので注意が必要です。逆に糖質制限が流行っていることで主食の米を食べない人もいますが食物繊維の摂取量が減ってしまうのでおすすめできないと著者は言います。腸のトラブルが心配な人は理想的な主食として水溶性食物繊維の含有量が多い大麦入りのご飯を食べることをおすすめいたします。排便機能に問題がない方はいいんですが便秘気味だが玄米が好きで食べているという方は調子が良くなるまで大麦かっこ雑穀類ご飯に変えてみてはいかがでしょうか。他にもハーブ類やスパイス類、アボカドやバナナなどご紹介したい腸が喜ぶ食べ物はたくさんありますが、続きは本書をご覧いただくとして本日はここまでにしておきましょう。それでは3言の内容をまとめておきたいと思います。ポイント1、小腸の免疫機能を支えるグルタミン、オメガ3系脂肪酸であり大腸がんの発生、進行抑制、潰瘍性大腸炎
腺の炎症抑制などに役立つ EPA、DHA は魚、特に青魚から取れる。お刺身、ホイル焼き、蒸し焼きなどの食べ方だと効率よく摂取できる。オメガ3系脂肪酸を取るにはエゴマ油、アマニ油もおすすめである。ポイント2、大麦には現代人が不足しがちな水溶性食物繊維が豊富に含まれている。また様々な健康効果をもたらすファイトケミカルの β グルカンや腸の働きを助けるマグネシウムも取ることができる。腸のトラブルが心配な人は理想的な食として水溶性食物繊維の含有量が多い大麦入りのご飯がおすすめである。雑穀米も良い。本日は以上になります。ではまた次の動画で皆さんに会えることを楽しみにしております。本日はご清聴ありがとうございました。